はいどうもリアルバック教です。今回はですね、効率よく腕を太くする上腕二頭筋のトレーニングを紹介していきたいと思います。まず第一種目目は高重量のチーティングカールです。まず最初に56キロで行っています。まずお尻を引いて、そして力強く太ももで弾き上げて、上腕二頭筋でですね、トップで受け止めて、そこから耐えつつ下ろしていくという形ですね。まあこんだけ勢いを使ってますけど、これね、僕としてはかなり効いています。そしてメインセット66キロですね。ここからまた下半身の力で弾き上げて、二頭筋で受け止めて、で一応耐えながらこれは下ろしています。これね、強く収縮を意識するとかなり効きますんで、よくですね、軽いのでゆっくり行うのと重いので力強く行うのどっちがいいですかとか聞かれるんですけど、これどちらも必要だと僕は思ってます。そしてダブルバイセップのポーズ、結構ね、僕の中ではこう結構入るようになってきたなと思ってます。そしてこれは36キロで、最後はちょっとあまりチーティングを使わずに上腕二頭筋でコントロールしつつ効かせてます。これね、本当に二頭筋がですね、もう疲労によりですね、伸び縮みしなくなります。これでまた ダブルバイセップで自分の二頭筋のピークをチェックしますね。これ結構大事だと思ってます。インターバル間のポージングですね。そして今度はストレッチ種目に入ります。だいたい60度ぐらいのベンチの角度にして、そしてまあ手のひら正面向けたままカールで、下ろす時のストレッチを特に意識して、絶対に肘を伸ばしきって上腕二頭筋をストレッチしきって行うこと、これがねポイントだと思ってます。そしてインターバル間にはやっぱり二頭筋を収縮させる、これはかなり必要ですね。マッスルコントロール大事ですよ皆さん。そして今度はやや軽い重量にして、スピネート、手首を回外させてからのカールをまず、10回ほど行って、スーパーセット4ですね。で、これが10回終わったら、今度は手のひら、手を縦にダンベルを握って、ハンマーカール。ちなみにハンマーカールは、腕頭骨筋といって、結構前腕側のトレーニングになるので、結構前腕を太くしたい方には、割と重要な種目だと思います。これをスーパーセット法で10回10回ぐらい行う感じ。これをね、インターバル1分ぐらいで3セット。そうするとね、こんな感じで腕がパンパンになります。この辺はだから重量はやや軽めにして高回数で効かせます。このハンマーカールもそうですね。少しだけ上体を前傾して、で、そこから肘を固定して脇を結構締めてから強く上げていきます。これはですね、もう回数はあんまり決めてませんね。限界まで。で、インターバルは30秒ほど。これを3セット行います。これもかなり辛いですね。はい。そして今度はスパイダーカールですね。今度はどちらかというと、上腕二頭筋の収縮を狙った種目です。なので、上げること、強く上げることを意識します。この角度でですね、だいたい45度ぐらいの角度かな、ベンチは。そして上腕二頭筋の収縮を意識して、少しだけ肘を前に移動させながら上げていくと、より上腕二頭筋が収縮していいですよ。そしてこっから今度はハンマーカールですね。この角度でのハンマーカール、これで腕頭骨筋前腕をより太くすること、これを狙っています。これも限界までかける3セットという感じですね。重量にはあまりこだわりません、この種目は。前腕結構いい感じになってきてますね。しっかりパンプしてます。はい。ダブルバイセップも結構左右差がなくなってきたんじゃないんでしょうか。そしてここからはですね、 BFR トレーニングで締めます。そうですね、まあチューブでのアームカールで、高回数で追い込むようにしてます。このやっぱりトレーニングを行うことによって、血流が促進されて成長ホルモンの分泌が起こって、そしてかなりパンプするし、筋肥大の効果も上がります。ということで本日はここまでですね。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。 他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。
か標的をこの僕の方へ OK いいよ、ケツみたいな胸、ケツみたいな胸いるから生きるため走り出す